ハギ37さん、かっこいい、ありがとうございます。かわいい、ありがとう、ありがとう。お、ソロよかったあ、最終新幹線なんとかなれた、よかった。気をつけて帰ってください。ソロよかった、うわー嬉しいよかった。ちょっと待って、お話ししたいことたくさんある。まず自己紹介します。 ST48 研究生岡田あずみです。ぜひルームフォローよろしくお願いします。よろしくお願いしますです。今日はチャーミングトリップさんの公演のオープニングアクトに出演してきました。研究生になって初めてのステージでした楽しんでもらえましたか？よろしくお願いします。ポチッとな。お仕事お疲れ様。そう、ソロ曲があるんです。それぞれにソロ曲があって、今日はね、昼公演で私がソロ曲を披露して、夜公演でりょうちゃんがソロ曲を披露しました。あとね、ゆうかちゃんとのあぴのソロもね、お楽しみに楽しみにしておってください。残りのオープニングアクトで昼公演でソロを披露させていただきました。僕はこの海を眺めてるを披露しました。こんばんは、ありがとう。緊張した、ソロめっちゃ緊張しためっちゃ緊張した。お、お家まで帰ります。気をつけて帰ってね。そう、ソロね、内緒のサプライズですから、ソロは、ソロ披露はあ、ひょうさんありがとう、見つけ、ありがとうね、嬉しかったよ。キュウニさんお疲れ、トシヒロさんお疲れ、ありがとうございます。それ見れてよかった、ありがとう。こんばんは、そうですね、ソロは次の2公演、そう、楽しみに、お楽しみに今日はね、私とリオちゃんが披露したので、次は誰かな、次は誰かな次は誰かな、楽しみにしててください。どんな曲かも楽しみに、曲もね楽しみにしててください。こんばんは、あ、15日クワトロで会いましょう、楽しみにしてます、ありがとう楽しみにしてますね。ソロ曲、そう、曲変わるんよね。会場で見ました、歌ダンス、ありがとうございます。バナナの隣さん、ありがとうございます、嬉しい、嬉しいですで、リオちゃんはね、原点をね披露したんですよ、夜公演で。その曲はその曲は運営さんが、スタッフさんに選んでいただきました。ソロ曲選んでいただいた。こんばんはね、嬉しいサプライズだった、よかった緊張して、しかもトップバッターだったので、ソロ披露するのが初めての、研究生になって初めてのステージで、かつトップバッターでソロ披露だったので、もうめっちゃ緊張した昼公演が始まる前はもう心臓がバク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 してて、どっか飛んでいっちゃうかと思った、心臓、めっちゃ緊張しましためっちゃ緊張しました。よかった嬉しい、よかったって、よかったって言ってもらえてめっちゃ嬉しいです。うん、ヤシさんありがとう。こんばんは、おっつー、ステージからの景色、ステージからの景色めちゃくちゃ素敵でした
のペンライトがあのそのソロのね時にめっちゃ緊張しててすごく不安だったんだけど、そのペンライトをね皆さんがこう振ってくださってて、手拍子とかもしてくださってて、そういうのをこう感じて、なんかすっごい自然とこう作り笑顔じゃなくって、なんかもうそれがすっごく嬉しくって、自然とファーって笑顔に なったソロの時めっちゃ嬉しかったです。めちゃくちゃ綺麗でした、ペンライトキラキラ光っててありがとうございました楽しかった。そう、あ、ハートさんありがとう、ありがとうございます。タンザナイトさん、センスゼロさん、花びらありがとうございます。花びら配信ました、ありがとう。ありがとうございます。こんばんは、ちょっと待ってよ、コメントが読み、あ、検索したペッタラポッタラそう、ペッタラポッタラ全然うまく説明ができなかった本当にあの私が説明したして多分感じた想像の倍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 ペッタラポッタラ美味しそうで、美味しいので、ちょっと本当にちゃんと調べてみてください、ペッタラポッタラうまく美味しそうを伝えられなかった。小太郎さん尊い、ありがとうございます。落ち着いて見えた、嬉しい、よかった。森さんありがとうございます。初見さんありがとうございます、わー嬉しいありがとうございます。岡田あずみです、ありがとう。めっちゃ緊張してたよ、そう震えちゃった、いっぱい震えたよ。え、待って、タワー、ありがとう、びっくりした、ありがとう。待って、瀬戸内の太陽さん、10本？ありがとうございます、嬉しい、ありがとう、ありがとう。待って、書くありがとう、瀬戸内の太陽さんありがとう。昨日も公演頑張ってねってタワーくれて、ありがとう、ありがとう、瀬戸内の太陽さん、もう大量の、待っててね、ちょっと待っててねちょっと待っててねありがとう、本当にタワー、ピンクで書こう、
よいしょ、じゃーん、水色とピンクでいっぱいに書いたよありがとう瀬戸内の太陽さん、ありがとう、ありがとうございます、ありがたわありがとう、頑張ってきたよ、ありがとうね、本当に直接お礼を言いたいです、ありがとう、ありがとうありがとう、いつもありがとうございます、読めます、読めた読めたかな、スクショできた、ありがとう太陽さん太陽さん大好きありがとう、ピカピカピカ照らせる太陽になるね、私が、ありがとう、ありがとうございました、よし、それではあ、しんさん、初見さん、こんばんは、こんばんは、岡田あずみです、ぜひフォローよろしくお願いします今日のソロの話しようと、なんか、あ、そう、ステージのところでもね言ったんだけど、ステージのところ時でも言ったんだけど、あの低音がすごく苦手で、私低音が苦手だったけん、そのなんだろうな、僕はこの海を眺めてるって低音部分がすごく多めの曲だったから、そこがね一番すごく難しくって、めちゃくちゃ練習を頑張りました今回。そう、難しかった。あとはそのダンスの先生と表現力とか、そうとか、そういう部分もいろいろ教えてもらって、表情だったりね、低音部分でも、なんだろう、 STU48 さんの曲って暗闇とかもだけど、こう A メロ B メロが少し低めで、サビが高めでみたいな曲が多い印象があるから、低音もねしっかりと出せれるようにちょっとね練習頑張りたいなって、今回のこのソロの練習を通してより思いましたねねえ、そう、名曲だよね、 STU48 さんSTU48 さんですさんつけさんって言っちゃったそう、ちょっとだし、あの残りあと15日と17日と30日と3回 あるんですけど、オープニングアクトに出演させてもらうんですけど、今日の昼公演と夜公演以上のやっぱりステージをねしたい、できるようにしたいなって思うけん、楽しみにしとってください。会場に来られる方、配信をご覧になる方、15日17日30日楽しみにしとってください。そう、メンバーやんなんか言っちゃう、 STU48 さんって言っちゃった。声見たしりあやずみの、ほんまに、ほんまに嬉しいわー、嬉しい。そう、じゃあもうそのお友達にもうぜひ、もうガンガンに、ガンガンに、あの安曇沼までの道をもう開いてますのでいつでもお待ちしてますのでって伝えといてください安曇はいつでもウェルカムらしいよって
あつもウェルカムらしいから行ってきなって背中を押してあげてみてはいかがでしょうか。背中を押してみてください、そのお友達の。ね、そう、門脇美奈さんがすごく印象的だな、あの曲は。初めの低音とかね、めっちゃめっちゃ見ました、門脇美奈さんを。すごい、このソロを練習するにあたって。いや嬉しいです。あ、そう、衣装は岩田ひなさんの衣装をお借りしました今回。あの STU48 の初期、一番初めの初期の時の衣装をね、今回あのお借りしたんですけど、研究生4人、私は岩田ひなさんのを着てました。お借りしました今回。お勉強中ですって、一歩ずつ一歩ずつ。これからね、たくさん STU のこと知っていってください。リモさんありがとう。そう、メロメロにしちゃったてへ。そう、ウェルカムです、オープン、手を広げて待ってますので。いつでもいつでもようこそ安住王国へ来てください。お試しで一度足を運んでみたらきっと出れなくなっちゃうと思いますよ。安住王国、懐かしい衣装。こんばんは。自主練した。練習めっちゃ頑張りました。あのボイスのレッスンとかも受けて、ボイスレッスンもダンスレッスンも頑張りました。頑張りました4人で、みんなで。そう、お見送りもね、お見送りも参加したんです、研究生も一緒に、先輩方と。そうですね、会いに来てください。白うさぎさん。ありがとう。いやでも嬉しいです、パフォーマンス、研究生のパフォーマンス良かったって言っていただく声をたくさん聞けて、本当に嬉しい、嬉しいです。嬉しい、すごく、なんか一個一個の振りからこうめちゃくちゃ頑張って、みんなで頑張ったので、オープニングアクトに向けて嬉しいです。初見さん、あっくん、こんばんは、ありがとうございます。岡田あずみです、ぜひフォローよろしくお願いします。あ、ありがとう、こんばんは。いいんですよ、安住の間に一生使っといてください。瀬戸内の声ね、私も久しぶりに瀬戸内の声披露しました。瀬戸内の声、瀬戸内の声やっぱり好きです。あの NWP 公演の時に一番最後の曲が瀬戸内の声で、
その時から瀬戸内の声大好きだったけど、やっぱり今日久しぶりにね瀬戸内の声披露して、やっぱり好きですね、あの曲は。一番あの曲が、なんだろう、その曲を表現できる一番あれです、なんか自分の中で自信がある曲というか、すごく好きな曲です。あずびになった理由が分かった？あざとかった？なので聞きに来てほしい。え、ダンスみゅうみゅう感出てました。え、嬉しいです。あ、嬉しい。めっちゃ研究したので、門脇みゅうなさんのダンス見てめっちゃ研究したので、めっちゃ嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しい。赤パンダさん、主権さん、配信見ました。研究生と思えない、よかったよ。ありがとうございます、ありがとうございます。岡田あずみです、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。嬉しいです。こんばんは、ソロよかった。嬉しい。スケヨモンさん、バラありがとうございます。オープニングアクトはね、どんな曲、瀬戸内の声とソロ曲、私はソロ曲で僕はこの海を眺めてるを歌ったんですけど、ソロ曲と暗闇とサングラスデイズを披露しましたね。こんばんは。前奏が流れながら幕が開くのね、あの演出、あの始まり方めっちゃ素敵だよね。ね、自分も待機しながらすごく胸が高鳴ってました。あのイントロが始まって、イントロがチャン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 ってな流れたら、あの会場のあのステージの幕がシューンってこう開いていくの、あの演出めっちゃ素敵だよね。生歌聞きに来てください、公演待ってます。見に来てほしい、ステージ生で見に来てほしいです。確かに繋がってるみたい、会いたい直接。お疲れ様です。高尾ゴイニャンさん、水前のセンター付近にいたけどめっちゃアズミと目が合った気がした。見つめちゃいました。偶然ではないです。見つめちゃいました、運命ですね、目が合ったのね。 NWP 公演、あ、青地目立たんかった？そう、青地でもだいぶね、なんだろう、青みっていうか青地色みたいなのも結構引いてきてて、一応メイクさんにファンデーションで隠してはもらってたんだけど、目立たなかったならよかった。青地しか目に入らなかったよとかって言われたらどうしようって思ってたけど、ちゃんと隠してもらって、そう、暗闇も頑張った。暗闇めっちゃ好きです。
暗闇めっちゃ楽しい全部楽しい全部楽しかった。パフォーマンスするのが楽しかったです。そうですね、15日、17日、30日、ソロが次は誰かなって感じかなお楽しみに。カンザナイトさん、緑のだるまさん、ありがとうございます。リモさん、尊い、ありがとうございます。赤パナさん、初見さん、こんばんは、ありがとうございます。出演難しい、瀬戸内の声も難しいです。そうだね、瀬戸内の声でなんか瀬戸内の声でその表オーディションの NWP 公演の時に瀬戸内の声でなんか表情とか表現とかをめっちゃの力がすごくついたなって自分的に思いますね。めっちゃなんか大好きですごく大切な曲です、瀬戸内の声すごいいい曲だしね、瀬戸内の声は好きですね。あ、初見さん67分のしゅんちゃん見送りました、ありがとうありがとうございました、ありがとう、嬉しい。岡田あずみですぜひ頭の片隅に、頭の片隅に置いておいてください、岡田あずみのことをよろしくお願いします。哲夫さん、ハートをたくさんありがとうございます。初見さん、タカ1221さん、こんばんは、ありがとうございます。あ、 DMM 最初音出なかったの、不具合かな、なんでだろう。6時7分のしゅんちゃん、花束ありがとうございますありがとうございます。そう、あざは暗闇のサビの部分ですね、あそこでできましたちょっとね、あの暗闇することをはまだ内緒だったので、何でできたかちょっと詳しくはあざのこと言えなかったんだけど、あざはね、あの暗闇のサビの高田って落ちる、膝で落ちるところでできちゃいましたあそこでね、あそこの練習の時にねできちゃったんよ。保安官さん、ありがとうございます。こちらこそありがとうございますありがとう、ありがとうございます。広島来てほしいな、広島来てほしいです。ペットラポッタラ食べてほしい、ペットラポッタラ食べてほしいです。めっちゃ美味しい。でも今ね、なんかこの前宮島にいた時はペットラポッタラのお店がね、閉まってたんよ、やってなくって。今はどうなんだろう、やってるんかな。宮島、ぜひ宮島に行く機会があったらね、ペッタラポッタラ食べてください。お店はね、あの船を降りてから右手の海沿いをずっと海に沿って右手をずっとこう歩いてたらお店ありますよ、ペッタラポッタラ。すぐもうちょっと歩いたところらへんに
見えてくると思う。海沿いです。海一番海沿いのお店、海沿いにお店があります。ペッタラポッタラ、そう、サングラスデイズも二次審査、そうだよね、二次審査の時に。そう、二次審査の時のダンス課題曲の中にあったんですよ、サングラスデイズ。私はサングラスデイズを選んでもなかったんだけど、そう、サビだけね、練習とかもしてたので、サングラスデイズできて嬉しかったです。オープニングアクトであの曲もめっちゃ大好きでもそう、体力を今一個目標は体力をつけることです体力をつけねばならない。頑張って体力を頑張り中です。そう、暗闇でねできちゃったな。暗闇ってちょっと思ってたそっか、そう、暗闇だったのよ。悩みで、こんばんは。ペッタラポッタラ気になる？え、もうめっちゃ食べてほしい。ほんまにね、おすすめないよペッタラポッタラほんまにね、めっちゃおすすめ。もう忘れられんもん。食べたの何年前だけど、何年前に食べて以来、もう最近ずっと食べれてないんだけど、でももう、味を忘れられないぐらい美味しい本当に勝手にペッタラポッタラ観光大使になりたいぐらい大好きですペッタラポッタラね、食べてください。こんばんは。お、ストーンマンさん、ありがとうございます。ありがとうありがとうございます。どうでしたか今日のオープニングアクト楽しんでいただけましたか？めっちゃ美味しい。市内にそうないんですよね、そのお店だけな気がする。私宮島以外で見つけたことないよね、ペッタラポッタラ。宮島以外でね見つけたことないけん、多分宮島のそこの店にしかないんじゃないかなと思うんだけど、どうなんだろう、分からんのよね。カキカレーパンも美味しいね。宮島のカキカレーパンも美味しいですよ。厳島神社の方向に歩く、厳島神社の方向に海沿いに沿って歩いてたら絶対にあります、ペッタラポッタラ。ヒゲジシンチャー先生さん、花びらありがとうございます。こんばんは。甘くはないです。なんかね、その専用のタレみたいなのは、あの醤油ベースみたいな感じ、醤油、あれはね、なんと言ったらいいんでしょうか甘くはないんよね。なんかね、甘くはない。お菓子とかよりもご飯系ですね。まこさんこんばんは。マジで急いで、また見に行きます。ありがとうございます。うわ嬉しい嬉しいです、嬉しい。
また見に来てください、待ってますありがとうございます、ぜひお待ちしてます、ありがとうございますね。あのタレがね美味しいよね、もちもち感もいいし、穴子とか牡蠣とか入ってるのもねめっちゃ美味しい、美味しいポイントね。宮島でしか見つけんもんね。あ、検索したけど宮島だけだった。え、通販あるの？ほんまに？え、欲しい通販で食べたい。え、通販やっとるん？え、食べたいえ、めっちゃ食べたい。お家でペッタラポッタラ食べれるん？確かにね、広島駅とかでも食べれたらいいね。ありがとう。そう、牡蠣とアナコがある。みたらし、うん、みたらし系かな、みたらしみたいな感じ、みたらしみたいな感じです。うん、ぜひ宮島行った時は。幸い、あ、焼きおにぎり、確か焼きおにぎりみたいな感じかも。そっち系だね、系統はそっち系です。そうそうそう、サッシーとか、そう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 、なんか番組でも結構ね、あの取り上げられるぐらい、もう、いや、ほんまに美味しいんよほんまに美味しいんですよ。何個も食べれちゃうぐらい美味しい。通販であるんだね。ちょっと調べてみる。ちょっと知らんかった、通販でペッタラポッタラあるの。そう、衝撃だわ。宮島でしか食べれんと思うとったけん。ちょっと調べてみます、ありがとう、素敵な情報嬉しい。サラピさんにも食べてもらいたいです、いつかちょっと取り寄せてみよう。え、ちょっと調べてみるね。ちょっと言うね、また調べてみてみて、ちょっと頼んでみて言う。こんばんは。おはぎのあんこなしで牡蠣が乗っててタレがついてるって感じだってる。おはぎのあんこなし、うん、あ、そんな感じそんな感じ、もち米ですね。そう、もち米みたいな感じのに牡蠣が乗ってるのと穴子が入ってるの2種類あって、それが専用のね、めっちゃ美味しいタレがついてるみたいな感じで、あのいろりの上で焼いてある。ええ、ちょっと待って、すごい。え、これお店？ペッタラポッタラ通販？すごい。あるんじゃん、ありがとう。お母さんが持ってきてくれた。お母さんが通販の画面を見せてくれた。びっくりした。あった、5000、ちょっと値段5200円で、箱入りで通販あるってね、ホームページ載ってた。待って、ちょっと購入、いや今はちょっと押さんかったけど、購入のボタンすごい。ちょっと絶対買おう絶対買う。
絶対買う。ちょっと待って、届いたら言うね。ペッタラボッタラ配信する。え、ペッタラボッタラ配信するし、広島住んでない方とか遠方の方もぜひちょっと調べ、今調べてください今調べてちょっと注文してみてください。それかペッタラポッタラ配信で見て買うとかねえ、注文する。え、ペッタラポッタラ配信しようペッタラポッタラ配信する、する。これはもう全国に広めましょう、ペッタラポッタラを一緒にいや知らんかった、まさかだわ。ほんまに売り切れる前に買わんといけん。みんな私より先に買っちゃダメだよ売り切れさせないでね、まだ買ってないからペッタラポッタラ全国に一緒に広めましょう。本当に美味しい、美味しいよね本当に。え、ちょっと頼もう。先輩のパフォーマンス見ました。リハーサルの時からもう客席まで行って、チャートリーさん先輩方のパフォーマンス見てて、本番もあの裏に控室のところにあのステージのカメラ、ステージを撮ってる映像が流れるテレビみたいなのがあるんです、あったんですよ控室のところに。それを見たり、袖をからこうやって覗いてみたり、途中はあの4人でね、実はあの昼公演も夜公演も途中あの袖のところまで座ってね、途中見てたんですよ。気づきましたか一番あの左下手側に座ってた方は気づいたかな。実は下手側に座って途中少しだけですが見てたんですよ公演。ねえ、ペッタラポッタラ配信しよう、楽しみにしとってくださいねえ、びっくりしたお母さん、なんだろうと思ったらまさかのペッタラポッタラ、ペッタラポッタラ情報をお届けしてくれた一ダース買いすぎ一ダースは買いすぎ。もう買ってみてほしい。広島って3回言ってみて。広島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 、なんで早口言葉ですか広島。そうそう、下手側でね見てた、つかんかった。ペッタラポッタラです。ペッタラポッタラっていうあの宮島に売ってある私の大好きな食べ物なんですけど、なんとそれがね通販で買えることが今この配信の中で判明しましてね判明したのでペッタラポッタラ配信するよっていう話です。ダメントリップさん、この声見て、この先輩のこんなところ勉強になったなとかありますか。石田千穂さんのダンスがあのすっごく個人的にはすごく好きでした。やっぱりすごい。あと高尾紗友香さんと石田千穂さんのダンスがな、一番印象に残ったかな。
一番印象に残ったのはその2名先輩方が特にかなでした。でもそう皆さん素敵な中、特には石田千穂さんと高尾沙耶香さんかな、あと石田みなみさんの表情がめちゃくちゃすごく素敵でしたすごく素敵で、あとなんかチャーミングトリップさんってめちゃくちゃ可愛いじゃないですか。だからなんか私もなんだろうな、すごくアイドルらしいアイドルな可愛いパフォーマンスもめちゃくちゃできるようになりたいなってすごく思いました。チャーミングトリップさんのステージを見ててめちゃくちゃ可愛かったです。タンザナイトさん、オレンジ色のだるまさん、ありがとうございます。サインに座ってましたね。レスが本当にすごくて、でリハーサルの時にあのステージのところ、あの皆さんが座ってる客席のところから見てたの端っこら辺でこう見学させてもらってたんですけど、リハーサルの時からあのなんだろうな、レスを送ってくださるんですよもうってなりました見学してて客席でこう見学しててってなりました。もうめちゃくちゃもうすごく一コロやられましたダンザナイトさん、緑色のだるまさん、ありがとうございます。こんばんは。確かにノーピーね、スタイルもいいから。でも一番背が高いのはリオちゃんなんよね、研究生の中で。小さな巨人一番そう頑張ります。お、ピアニッシモさん、ありがとう、ありがとうございますありがとうございましたレスビーム送っちゃいましたサラピさんなんて言ったことあるんですかMC は昼の公演の時にサラピさんが MC を一緒にステージに上がってしてくださって、夜公演はサヤンさんが一緒にステージに上がってくださって MC をしていただきました。よし、11時に早いね。そろそろ終わろうかな。そろそろ明日は月曜日じゃけん朝配信をします。6時45分から明日朝配信があるけんお待ちしてます。朝6時45分からお見送りします。あ、明日からオッケー、明日から1週間頑張れー、応援しとるよファイト、アズミンビームパワー頑張れー、届いたかな、頑張ってね、頑張れですね。興奮しました
よし、じゃあ明日のラッキーアイテムです。ラッキー、明日のラッキーアイテムどうしようかな。明日のラッキーアイテムは、明日は、明日のラッキーアイテムは、いいのにした。明日のラッキーアイテムは、ズク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 じゃん、片揚げポテトです。明日のラッキーアイテムは片揚げポテトです。知ってる？片揚げポテト、明日のラッキーアイテム片揚げポテトです。片揚げポテト、私が好きなやつ、ポテト界、ポテト界ナンバーワンぐらいに好きなやつです。ポテトチップス界、ペッタラポッタラじゃないね。ペッタラポッタラ、みんながペッタラポッタラ、うん、片揚げポテトっていうやつ、ちょっとどこにでも売ってるようなやつを選びました。ねえ、調べ、多分スーパーとかね、コンビニとかね、売っとると思う。塩ですね、一番ノーマルなやつかな、塩味が一番好き、片揚げポテト。あ、肩、そう、か、漢字か、漢字分かんなかった、漢字肩、肩ってどうやって書いてる、こうか、ごめん汚くなっちゃった。片揚げポテト。ね、なんかね、普通のポテチよりもちょっと硬いよね。あ、片揚げだから、肩だからちょっと硬めのやつ、ポテト、これが美味しいので、ぜひ明日は買ってみてください。多分いろんなところ、どこにでも売ってると思う。ラッキーカラーは白色です。明日も一日頑張りましょう。明日からね、平日が始まるので、一緒に明日からも1週間頑張りましょう。明日はね、朝6時45分から朝のお見送り配信する件、ぜひ会いに来てください、明日の朝も。じゃあ壇上読みます。壇上13位雄大さん、ありがとうございます。12位ラブリー48&46 さん、ありがとうございます。11位6時7分のしゅんちゃん、ありがとうございます。10位ぬっしーさん、ありがとうございます。9位アシテピッチさん、ありがとうございます。8位タンザナイトさん、ありがとうございます。7位ウッチーさん、
ありがとうございます。6位 ZYX0831 さん、ありがとうございます。5位哲夫さん、ありがとうございます。4位鍵37さん、ありがとうございます。3位やる気猫 K さん、ありがとうございます。2位リモさん、ありがとうございます。そして1位はドゥルル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 ルダン、これは瀬戸内の太陽さん、ありがとうございました。ありがとう、今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様お疲れ様、明日も一緒に頑張りましょう。おやすみなさい、おやすみ夢で会おうね、夢で会おうね。ありがとうございました、バイバイ。じゃあねえねえあずみんで終わりたいと思います。せーのって言ったらねえねえあずみんって言ってください。いきます、せーの、なーにありがとうございました、バイバーイ、おやすみなさーい、バイバーイ、ありがとうございました、また明日ねー。